司法書士の重森です。大阪市内出張無料で天王寺で司法書士をやっております。父親の財産を生前対策として何かしようと考えた時に、例えば調べると通帳がいっぱい出てきて、その昔の仕事の取引先とかでこう形式上というか、通帳を作ってあげないとダメやから作ったとか、給料の振込先であった通帳、今はもう全然使ってないとかっていうのがたくさん出てくるケースあります。それがそのまま残った状態でお亡くなりになって相続財産にすると、その解約の手続きすごい大変になりますので、それも今使わない通帳とか、あとはいろいろこう光熱費が落ちてる通帳、年金が入ってる通帳とか、いろいろ分かれてる部分に関してはある程度まとめて、その1つにするとか2つぐらいで管理することの方が、そのご自身の管理も楽ですし、そのもし万が一相続が発生した時とかでも、その時の次の解約とかの手続きが楽になりますので、まずはもうたくさん出てきた場合には、とりあえずこうまとめるという作業が必要になると思います。詳しくは当事務所までご相談ください。当事務所の連絡先はこちらになります。以上、司法書士の重森でした。